入ってる。はい、始まります。はい、はい、はい、なんか喋ろう。こんばんは、皆さん。はい、未来テレビ番外編でございます。はい、今日はいつものですね。はい、宮倉さん、はい、崎山さん、うん、福袋さんのね、はい、設定をちょっと度外視しまして、はい、まあ、普通の僕たちの素のままでお送りするという番外編でございます、ね。そうね。はい。素朴に喋っていこう。素朴に喋っていく？あ、そうですか。時々ありますよね、これ。時々ね。時々あります。みんなに今こんな感じだよっていう近況報告をね。僕たちの。そうそうそう。なんだそれ。頑張って生きてる感を出してもらえると。なんか実家にお知らせするみたいな感じ。いや、大事ですよ。ビデオレーダー的に。ビデオレーダー的に。あの子食べていけてんのかしらみたいな。心配してるね。心配してる。身内にね。お友達や、見に来てくれる方々にね。お客様ね。に、生きてるぞっていう。でも、生きてるぞは。ちょっと苦しいけど、頑張ってるぞっていう。食べていけてんのかしらはこれ見ても分からへんと思う。逆にやばいと思うかも。そこはちょっと意地っ張りな部分もあるし、あのね、嘘ついちゃうところもありますけど、確かにね。見え張ってね。見え張ってね。あります。まあまあ、でもそこはそことしてね。そうね。はい、ということでございまして、ネガティブ TV の番外編でございます。はい。自己紹介ぐらいした方がいいんじゃないですか、急に。あ、そうね。茶原もんです。はい。宮川崎です。山信乃です。よろしくお願いします。というわけで、普段はね、さっきも言いましたように、ちょっと小芝居的なことやってるんですけど。珍しいぐらい仕切りますね。今日はどうした？なんでか。逆に疲れてんねやなって思います。あの君たちが仕切る気がないっていうのが、ビンビン伝わってくるんですよ。いや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 、そんなん昨日本番終わりのね。そうそうそう。私がですよ。そうそうそう。もういいです、今日は休んでおいてください。うん、そうね。だから本番終わりの、そのテンションがそのまま来てる感じだったと思うんですよ。あ、今日はもうだいぶいけいけなんかやらなきゃね、みたいな。あ、めんどくさい、また。何そんな。演劇のさ、うん、演劇の、うん、終わってから、ほら、面会でさ、はいはいはい、会いに行くじゃん、はい行かなきゃいけないパターンとかあるじゃないですか。役者さんにね。役者さんにね。ああいう時どうします？どうします？なんか、どっち側？何？心持ち？お客様側でしか僕はないじゃないですか。はいはいはい、はい。だから、時々、本当に時々しか行かないんですよ。基本僕嫌なんで行かないんですけど。ほうほうそう、この前もうしれっと全然挨拶もせず。俺がロビー出たらもう誰一人俺の知り合いいなくて。すごい寂しい。U ターンして帰ったもう。出て行ったの？出て行ったの？あみたいな。それ3回ぐらいあった今回。シュロさん呼びましょうかとか言われるんですけど、いろんな現場で。いや、別に僕友達じゃないんですよ。友達じゃん。もう呼ぼうよ。そうよ。うわ、俺やられたらうちもへこむわ。じゃあね、ごめん、俺そんなへこんではないから、やめて。そんなへこんでない。そんなことぐらいのへこむ。それはなぜかっつったら、あれ、テンション高いでしょ。終わったと？うん、みんな。役者さんって。ああ、本番終わり。で、ほら、ウキウキしてるやん、やっぱり。大声出してたら。まあ、だって、いや、俺も演劇とか関係なく、大声出してたらテンション上がっちゃうもん。まあね。でしょ？だから、今の、全然ずっと真っ暗闇で黙ってた俺のこのテンションと、ずっと照明バーン当てられて、キラキラしてな。アホみたいに大声出してる。アホみたいに大声してた。人とはもうテンションがもう、違うでしょ。いやでもね、逆に言うたらね、お客さんでテンション高い人も言い張りますよ。やっぱり、すごい感動してくれはって、そっちか。うわーって高揚して、ほんで僕らが出て行った時にね、うわーみたいな。それ以上に来る。うん、他の役者はどうかわかんないけど、僕が終わった時にそんなテンション高くないと思うんだけど、疲れてるからね。いや、でもそれは多分ね、気づいてないだけだと思うんですよ。あ、本当。やっぱりなんかいつもより、この大きなこのさんみたいな時は。そうかね。あ、まあ、まあまあそうね。あとはその、お客さん来てくれてはるから、あんまりこう、テンション低いはどうもみたいなのは、ちょっと、愛想、ちょっと良くせなあかんなみたいなのはあるじゃない、やっぱ。やっぱテンション高いやんじゃん。フラット。を目指してる。フラットってどんな感じ？普通よ、普通よ、だから。今は、ちょっと頑張ってるけど、疲れてる。っていう
感じのテンションやと思う。ああ、なるほど。自分では意識してませんよ。うん。うん。だけど、やばい。やばい。やばくはないですけど。昨日打ち上げはオールしたの？オールしたんですよ。それで。昨日何の打ち上げやったんですか？ああ、キング&ヘビーという、劇団の第2回公演、ラジオドックというお芝居のですね、ヘッドホールでやってましてね。それが昨日、選手楽やったんですけど。どうでした？どうでした？いやー、よかったですよ。よかった。よかったって何がって感じやるんだよね。そうだよ。楽しかったです。僕がやってる。参加できて。なんで、なんでそんな片言の？片言じゃないです。大丈夫。全然。ちょっと。一回切る。一回切る。なんやろ、なんか聞いたあかんこと言った。そうそう、喉がガラッとした。違う違う違う、あれ、そんな嫌な思いしたんかな。どうにも嫌な。いやいや、やめろ。誤解されるやろ。誤解される。めっちゃ良かったですよ。やっぱ、全然知らない人ばっかりやったんですよ。ほぼ。だいぶ若い頃なんでしょ。そうです。で、共演する人一人だけやったの。したことがあったの一人だけやったかな。最年長？もちろん。スタッフ、キャストひっくるめて最年長でして。え、最年少行く？22とか1じゃないですか。あ、でもその辺がガッと固まってくるからね。最年少と言え。そこら辺がってことでしょ。そう、20代前半が。そう。親と子供の際。まあそうです。ほんまやで、ほんと。皆さんね。ああ、そう。そうですけど。そうです。まあでも本当に、楽しくやり、楽しかったです。本当に。やっぱ、今まで一緒にやったことない人とやるのは、うんうん、楽しいですよね。面白いじゃないですか。で、こいつら、やっぱり若いなみたいななんかあったんですけど、やっぱりなんかあったんですか？ジェネレーションギャップとか。うん、それは、お声掛けをいただいた初っ端に、うん、企画書見せてもらった時に、うん、ラベラって見るじゃないですか。に説明をしてもらった時に、1日3捨ての日があったんですよ。あ、賛成、何時12時、3時半、7時。うん、のあれが見て、土曜日です。中日、金曜日から始まって土日ですよ。やっちゃったね。やっちゃいましたね。うわ、それを見たとき、うわってなったんですよ、やっぱ。ほら、向こうも察して、すいません、これだけは譲れないんですって。俺何も言うてへんの、理由的にあって。さ、察していくじゃん。察したいのね。いやいや、それはもちろん、みたいな感じで。僕もその時初対面だったから、で、実際本番やったら、やっぱ若いっていうか、まあ、20代の人とかも結構平気でしたね。そらー。ケロッとしてた。ケロじゃないけど、若いからかわかんないですけども。いやー。2時間の芝居。そうです。そこそこ見に行ったんですけど、はい、そこそこ動いてて、主役の3人とかすごい大変ですよ。主役の3人は大変だと思いますね。はい、そう。誰を、だから男2人、女1人の話だった、主役は。うんうん、中学生の役と、うん、まあ、大人だった役の2役をこの3人はやるんですけど、うんうん、まあ、言うたら僕らがやるようなんですよ。男2人、女1人。うんうんうん、どっちの役ですか？まあ、メガネやから、ダメリコ君でいい。あかんやん、一番セリフ多い人やん。そうやん。いや、どっちが多いんやろね。いやー、そんな大変と思うよ。大人の人も多かったしね。あ、そう。それは俺、賛成やれっていうことですよ、僕ら。自殺行為です。自殺行為です。すんごかったもん、なんか。ずっと出て。その人らは、絶版。あ、そう。え、知らない、え何や今ちょっとやりかけてたね。そうやりかけてたね。何やおい、育児なし。やりなさいよ、ちゃんと。何やろ。そっちで響いてた。何やんか。全員出っ歯ね。全員出っ歯ね。ウニカルボナーラ。じゃあ食べてみましょう。はいはい。僕はこれを見たい。なんでや、一緒に食べようや。ウニカルボナーとか食べたない。福山さん、先日の舞台お疲れ様。ありがとうございました。おロビンソンさん見に来てくれはってね、ちょっとお会いできなくて、すみません、ご挨拶に来てた。あともう一人、原田さん。はい。え、あの原田さん、あの原田さんだと思う。どの原田、うん、あの、ハキアンのこの前に豊芝居の初日にオープニングで歌を歌ってくれはって、素敵な、うん、
ミュージシャンであり、うん、萩風の川の役者であり、うん、その原田さんですか。そうですね、キラキラのギラギラ、いや声がよく出る新人がいてはる。俺のことか。新人やって。新人ぐらいないんですけど。いやもう若手スピリッツでいいんじゃん。いや僕も声のよく出る若手がいると思います。声聞こえてた？聞こえたわ。俺一番後ろやったんやけど、うん、うわ、そんなに張った感じや。張った、うん、あの若手は誰？あの若手は誰？声が出てるねーって。よく通るね。でも前に出そうとしてるね。あそれいいのか？キラ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 してるね。そうそうそう、まあ若手やから癖が強いけど、あの癖さえ取ればあいつは物になるんじゃないかみたいな。ああ、ちょっと目に留まった。目に留まりましたね。もうね、癖は取れ。この本に及んだ。いやね。まあでもこれ大きい。何やねん、どうしたんもう。終わってね。うん、じゃあ見に来てくれた時に、まあ僕の友達何人か一緒に店でたまたま飲みに行ってるけど、僕合流したでしょ終わったら。うん、なんかもう開口一番声大きかったねー言ってくれるんでね。そんなにでかかったんや。そんなことはないと思う。他がちっちゃかった。他もめっちゃ大きかった。いやみんな頑張ってた。みんなすごかったの。すごかったよ、うん、全然圧が、圧がすごかった、うん、学校やってモニター見てて、ほんと思わず他の人のこう芝居見てて声大きいなって言うてしまったもん。それくらい大きいね、みんな声大きいなって言うてしもたんや。そうか。何やろ、おばあちゃんみたいな物言いをするような。もう心の声が漏れてるからさ。あれもちろんそれは僕褒めてるんですよ。言うてもたわみたいな。もちろん褒めてるんですよ。見たままやん。すげえ声大きいなと思って。あ、そう。だそれぐらいみんなも大きかったんやけど、まあでもそれでもあの俺も全然負けてなかった。言ってもらってよかった。若手より張ってたもん。そう。だからなんでかっていうとね、エンタメ系やったんですよ。エンタメ系やとね、僕久しぶりやから、あの、わあそうやったなと思ったんですけど、ずっと音が鳴ってるんですよ。そうそうそう。ミュージック、エグが、はいはいはい、でそのあの BGM が鳴ってる中で芝居をせなあかんから、あーそらね、会話劇みたいに無音でやるんやったらさ、ボソボソって喋っても聞こえるみたいですか。でもなんか音が鳴ってるからちょっと張らなあかんわみたいなね、うん、張ってたって。もうすごい張ってましたよ。張ってたあんな声量とかで普通会話しないからね。まあこの声量でもしないけどね。結構ね、今ですらもうすでに張って、結構張って、張り出してる、ってるけど、その名残が今ね、あ、そうまだあるんかもね、昨日まで。この二人はね、張り出すとね、あの張り合い出すから。あの、いや私の方が大きい、私の方が大きい合戦になります。そんなことはなりません。そんなことはない。美味しいわ。マーラージカッパエビセン。こっちも期間限定らしい。まあまあそんな感じでして。美味しい美味しい。あ、そう。あ、辛い。辛い美味しいね。ちゃんと辛い美味しい。わ、辛い。あ、本当辛い。ね、これなかなか。まあ、あんまウニっぽくないもん。今、まあ、やってたと。はい、やってました。ありがとうございました。見に来ていただいた皆さん。で、宮川咲は、はい、どうでしたか。どう、ね、今もまだナウでやってる一人芝居が、うんうん、大阪が終わって、あ、また終わった。初めての東京行きましたよ。あ、はいはいはい、はい、ね。よかったらしいじゃないですか、今日は。結果ね、まあ、ね、結果4月はおかげさまで、あの、昼と夜、どちらも完売ってことだったんです。わお、すごいじゃないですか。いやー、でもね、あの、完売したのが直前やったから、ギリギリまで怖くて、で、あの、前日に下北沢のありとあらゆるお店さんと友達になろうと。おぉ。もうチラシ持ってずっと喋りに行ったりとかしてて、でもなんかこうバタバタっと入って、もう結果入らず。で、あの、着替えのスペースも客席がもう作られへんかったから、あの、東京バージョンだけ、あの、極力アクティングエリアを狭くしようっていうので、うん、姿見とかも、そこもどけたら椅子が一つ入るんちゃうかっていうので、姿見を取っ払って、あのちょっと大きめのね、
額みたいな大きめの鏡を用意して、はいはい、それお客さんに直で持ってもらって、お客さんに持ってもらって着替えみたいな、ちょっとグルーヴ感があるような感じ。その場で言って、お客様に鏡を持たすことはグルーヴ感なの？なんかこうちょっとあの共同作業的なね。ちょっと持たしっぱ悪いなって思ったから、一回の着替えに2、3人渡すの。へえ。渡して。そうか、じゃあ前に座った人はその係になるわけ。そうね、もう。いきなりこう渡しして、でもなんかそれが良かったみたいで、大阪でもやってあるんですかって言われて、いや、もう大阪では東京だけですよっていう話もしたんですけど、ね。すごいね。いやでもね、もう、まあ、4月は一発目やから、まだまだちょっと5月は末にまた行くんですけども。もう末だったらもう、そうそうそう。あと、5月、6月。6月。はい。5月の夜は完売です。すごいやん。多いやん、もう。いや、あのね、4月のお客さんが夜に集中して、チケットを予約してもらったんで、4月の昼と6月はちょっと両方頑張らなあかんなと。でも4月見てくれはった人がまたリピーターで来てくれる。そうそうそう、それはあれ。それはすごいことじゃないね。ネタもね、差し替えるんで。あ、はい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 。そう、ね、もうありがたい。だからまたちょっと前の日に下北沢でまたお店さんと仲良くなろうと。いやー、それがすごいよね。でも東京すごいよ。あのポスターとかチラシがね、大阪ほど、うん、あのひどくはないっていうか、その受け入れがあったかいっていうか。ああ、お店が、まあ、下北っていう場所なんだろうね。なんかすごいカフェでね、おしゃれなカフェやねんけど、チラシをそのマクドでさ、よくさ、あのトレーの下にあのいろいろこう、うんうんうん、言うたら紙が下にあれを言うたら宣伝、うちのサラダはこういう感じでやってるんだとか、ね、そうそう、こだわりを書いてるっていうあのチラシを芝居のチラシにして入れてくれてはるカフェとかもあって、いやもうあるだけ差し込みますよって言ってくれて、でもすぐにもう渡したらすぐに入れてくれて、なかなか演劇に優しい街やな。街全体がそういう、そうそう、街下北って本当に特殊で、ね、すごいあったかい。ちゃんと演劇小屋だったりライブハウスだったりありきで成立してる街だから、もうすごい数のライブハウスや芝居小屋がもうあそこに固まってますからね、うん、だからライブハウスも行ってんけども、ライブハウスもお芝居のチラシあの渡してあの受け取ってくれて、あ、ほんと、もう全然なんか共存関係がすごいですね。そうそうそう、いやでも何より大阪のお客さんが宣伝がすごいしてもらったから、あ、ほんと、ツイッターとかでありがとうございましたもん。あのすごくあの宣伝回りしてたら、あの直接のメッセージとかツイッター越しでどこどこの店やったら置いてくれるかもっていう情報をもらって、すごい誘導されてるじゃん。じゃあそこ行ったらいけんのかっていうので行ったら、ほんまにすごくチラシを受け取ってくれたり、ポスター貼ってくれたりっていうところがあって、なんかこうみんなでこう動員発生したみたいな感じがあり、いやあれはありがたかったっすね。すごいですね。その合間に、道頓堀セレブっていう。そうですね。あれは何やった？あれはね、あの、林光軍さん、東京の林光軍さん主催の楽屋フェスがあるっていうのがあって、楽屋っていう戯曲を、あの、いろんな団体がやるっていうので、でも台本通り、あの、アドリブも一切なしで、あの、やるっていうやつで、ね、あの、5月と6月の間にあったんでね、ちょうどいい宣伝にもなるしと思う、受けたんですよ。あの脚本は一言一句変えちゃダメなんですね。そう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 、アドリブ一切禁止で。それはまだやってないの？いや、もうやったやった、ゴールデンウィークに。あ、ゴールデンウィークにやった。だからちょうどね、4月の、東京終わって戻ってきて大阪、はい、2日後に大阪支援会で大阪公演があって、でその2日後にゴールデンウィークで東京の公演があって、ちょっと怒涛の公演ラッシュで、でもちょうどその、楽屋のその本自体がね、せっかくやるんやったら、うちららしいちょっと面白い感じでやろうっていうことで、あの役がみんな女優さん4人の芝居や、はいはいはい、ほんで永遠のプロンプターっていう設定のお化けの役者が2人いてんねんけど、はいはいはい、
で、その人らはもう今死んでるっていう役の一人やって。うん。で、もう永遠のプロンプターやったんやから、超下手馬にしようかなと思って。うん、うん。で、プロンプターは上手いんやけど、うん、うん。入れるのは上手いんやけど、芝居が残ないみたいな感じの設定に作ったのね。うん、うん、うん。ほんで、東京に行って、バータリーをし始めた時に、最初にうちのシーンを、バータリーをしたの。うん、うん、うん。超下手馬の設定やんか。はいはいはい、はい。もう、周りの林公文さんとかスタッフの方が、え？そういや、本気でうち、かわいそうな人みたいな。肩押されて。それは芝居やってるっていうのは見てもらえへんかった。他の団体の人が、すごく、ね、普通にやればすごくいいお芝居なんですよ。はいはいはい。で、うちがもう、ちょっとかわいそうなプロンプターの設定で作っていったもんやから、うん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 、必死に喋んねんけど、どうしても上手くなれないプロンプターっていう設定にやったもんやから、そっからの場当たりやったから、セリフ大丈夫的な感じに見受けられる。ああ、なるほど。で、それはでも役者としてすごいいや、でも向こうはさ、うちのこと知らんやん。いやな、それ。ほんで、でもちょっとライトにはしてんね。びっくりされたらあかんと思って。それが逆にあれじゃないの？リアル。リアルになっちゃったじゃない。ほんで、他の共演者が、その後ちょっとフォロー、まずいなって思ったみたいで、ちょっといつも以上にいい芝居をやってくれてんけど、なんか、それが逆に微笑ましいみたいになって、どんどんうちがリアルに、やだ。やばい、ちょっと、怪しい感じの人になって、周りがその当たり当たりで、ちょっと優しい対応になってです。で、演出の泉くんに、なんであっこからやんのっていう。まあでも時間がなかったから、そっからね、はいはいはい、あの、きっかけとかそういうのがあったから、そっからやったっていう。まあそういう、いろいろな、ありまして。清水文雄。そうそうそう。ああ、そうなんだ。そうね。いや、でもなかなか盛況で、ありがたい。他何団体ぐらい出たんですか？全部で18団体。そんなに出てんの？そうそうそう。短いだよ。1時間も結構じゃないですか。うん、そうなんです。もうそれも大阪支援会の時に大阪のお客さんが東京の宣伝をまたしてくれましたね。なるほど。そんな感じでやっておりました。ね。ね、うん、じゃあこの5月、6、4月5月か。4月5月、まあ、次6月もやけど、結構忙しい。ちょっとね、今バタバタしてますな。ちょっと僕は最近ですか、僕は猫を飼い出しましたね。あれ、それだいぶいいじゃないですか。結構なんか育ってるやん。僕最近演劇をやってないんで。いや、チラシは作ってますよ。チラシは作らせていただいておりますけど、もう大人気のチラシのデザインの方に。まあそうですね。細かいお金を稼がしていただいてます。やらしい、やらしい、やらしい。ちょっとやらしいよ。細かいとか言わない、そんな。ほんまやね。そんなね。見てるかも。そうですよ、もう。わからないですよ。見てる人たちも、まあ確かに細かいと思ってほしいよ。いや、見てはる人もね。ああ、そうですね。いやいや、まあよく見ますからね、チラシはね。これもちゃう、うわこれもちゃう、うわこれもちゃう。マイナンバーを求められるようになったよ。だから仕事で俺これ喋って大丈夫やよな。いや、知らんで、知らんで。いや、求められるようになったよ。どういうことですか？お金請求するときに。え、そんな請求書出すときにマイナンバー教えてくださいっていうこと。ああ、向こうあっちが特定して、だからそう納めるときにちゃんとやりはるんだ。なるほどなるほど。へえ、それ向こうから、その仕事関係というか、その発注した。そう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 、クライアントさんから請求書出すじゃないですか。はいはい。その時にマイナンバー教えとくれっつって。へえ、すごいやん。慌てて取りに行ったから。受け取りをちょっとしてなくて、はいはい、いや別にマイナンバーいらんとか思ってるわけでもなくて、そういう主張とかじゃないんで、単純に家にいてなかったんで、はいはいはい、取り忘れてて、でもめんどくさいからぼーっとしてたら、マイナンバーがいるってことで、慌てて取りに行ったから。マイナンバー使う？
ごめんごめん、俺もあんまりちょっと今記憶が定かでなくて、え、使ったことない、取りに行ったかな、え、ちょちょ、初めに配ってくれるの、え、なんか郵送で郵送で来た紙みたいなやつ、そうそう、それはどうなった、そうです、でそれでいいわ、それでいい、終わり、それ持ってたらいい、それ持ってたらいい、で、カードにしたらなお便利になるんですよ、それなんかポイント貯まったりするみたいな、するかい、え、貯まんちゃうかな、え？え？ちょっとたまらないです。だってそれでお金の T ポイントがたまるんじゃない？T ポイントは T ポイント。え？え、カードって何？カード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 なんかシュッとかやったらなんか住民票がパッと取れるとかそういうことじゃないの？多分そうでしょ。そうでしょ。うん、住民票なんか備えて取れへんやん。どういうこと？え？住民票取るときにシュッてやるだけやろ？いや、わかんないですよ。知らないですよ。いや、ほらほら、いろいろ身分証明になるの。免許証あるやん。免許証持ってない人いるやん。お前いっぱいあんで、そうなんですよ。うん。そう。そうだっけ？俺なんか免許証ないから、住技カード取ったりしたの。もうだから、マイナンバー批判とかをみんなするやんか。俺は前からもう登録されとるっちゅうねんって言われちゃうから。うん。そうです。でも、使えへんね。使えへん。あれ、いいんだ。でもね、今ね、宮古島は半年待ちらしい。人気なん。今出しても、うん、作りますわーいう届けで出しても半年待ちらしい。そのカードにするの、うん、って言われたお姉ちゃんに、区役所のお姉ちゃんに。え、最初にもらったのもカードやんな。あのね、ちゃうね、紙のね、紙に書いてあるだけやんな、なんかペラペラの、うん、いやでも一応カードっぽいやつあるやん、あ、そうそう、あれ、ね、なんか自分で着るみたいなやつ、そうそう、まああれでこと足りてるみたいなんやけど、結局カードはちょっといいカードなの。やっぱもう少し固なるんちゃうかな。固なるだけ。固なるだけ。固なるだけ。違う。固なるだけやと思うよ。あ、固なって写真もつけてくれるわ自分の。で時期とかが入ってってピュッてできんじゃん。変えたりせんでええんちゃうか。え、それポイントたまるの。たまらへんわ。T ポイントがたまると思う。え、どう？同じルートしてるよ。あそう。なんか、まあ。どうなんだろうね。ちゃうかな。いや、写真がつくんやって。はいはいはい、はい。買ったいカードに写真ついて。でもそれ免許証あったらいいんちゃう。だから免許証ない人おるから。あ、だから免許証ない人がそれつくんやな。そう。だって T ポイントは貯めたいんやんか。T ポイントやっぱ貯まるの？貯まるじゃん。貯まるの？貯まる。諦めた。たまります。たまんねえ。T ポイントがたまります。もう何でもだ、ポンタもたまるよ。ポンタもたまるんですか。そらカード作らないから。そらそらもう得やから。まあ、いやもしかしてベルマークとかも大事。ベルマークもつくの。ベルマークでまだあるの。ベルマークまだあるよ。まだあるの。あるある。あれってさ。え、そこであんのベルマーク。え、ないで。まだあるのほんまにベルマーク。あるよ、ある。ベルマーク自体はあるけど、まあ、ついてないのもあるでしょ、もちろん、それ。え、けど昔お菓子とかについてなかったベルマーク。じゃあ、それ、お菓子によるよ。全部が全部ついてないよ。今は、出たお菓子差別。え、何がよ。ベルマークはついてないよ。ついてるお菓子、ついてるお菓子。カースト。お菓子界のカースト制度を作ろうとしてるわ。別にベルマークついてるからって偉いわけではないからね。そうですよ。でもあれ、俺、あれシステムがベルマーク分からへんわ。どうしてあれで集めたら、商品誰がくれるわけあれ。え、ベルマークってそんなんやったの？そうそう。あれやん。なんか学校に持って行ったよね。は、あの、ね、な、なに？え、フルトップじゃなかった。フルトップ？フルトップは。ないやろ、それ。フルトップはあれやんな。車椅子もあるやんな。それなん？ベルマークは何なの？いや、でもそんなん。ベルマーク、いや、ベルマークは、ね、学校の、ほら、備品とか。あー、なる。あの、めっちゃでかい冊子とかさ、めっちゃでかい分度器とかさ、あって。あったよ。あんなんになる。あれがなんの、ベルマーク。あの、箱馬とか。箱馬じゃないや。箱馬があんの？箱馬じゃない。ベルマークだ。箱馬じゃない。なんて言ったっけ？飛び箱や。あ、飛び箱ね。飛び箱とかになるよ、ベルマーク。誰が書いてくれんの？おっさんちゃう？え、じゃあ、しちゃいやん。え、ベルマークが。はいはい、僕で買いますわ。いや、それはおっさんかおばあんか分からへんけど。でもそのベルマーク集めてる人が金出すっていうこと。え、誰がそれを。そうやんな、ベルマークって。ベルマークをめっちゃ。分からへんやろ？
めっちゃ集めんの好きな金持ちが、ほんならこんだけ集まったから金出したるわ、うん、そんな水凶なことなの？え、分かれへん、うんうん、違う、知ってんの？違うよ、でも個人じゃないやん、まあ、どこに出してんの？いや、分からん、個人かもしれんで、ベルマークやから、なんかほら、あのノーベル賞的なノーベルさん、そうベルさん、ベルさん、あの電話を発明したベルさん、え外人？ベルさん、ベル外人、あのマークが似てる金棒とかじゃないの？え、あ、似てる似てる、金棒じゃん、あれは金やで、ベルちゃんで、金やから、え、は、え、え金棒やん、金やん、金棒やったら金棒やん、あれ漢字は金やねん、これ、え、金の宝石の棒や、金棒、それをちょっと、そんなやらしい名前なの？何言ってんの？わかる。金の棒やろ。金って。金の棒やろ。ほら、どうこの女性発信の下ネタ。どう斬新でしょ？俺、宝石言うてよ。俺らですら下ネタと気づいてなかったのに、女性発信で下ネタをしたのに拾ってもらえないというこの感じ。どうだって、だね。これは、あとで謝ろうね。誰に？時代に？それはごめんな、さっき気づいてあげれんくて。もう全然、なんか、金の棒で気づきましたけど。まあ、ようやくね。金も棒もちゃうからね。え、でも漢字で書けんねやろ？書けるよ。だから、いや、そんな、そんななんや、もう元屋みたいな名刺と俺のこと見られても。みたいなじゃないから、ね、そうや。どういうことやの？世界発信してるのに。元屋の名を復活させてもらっても困んねんけども。じゃ、金や、金。金。だから、ベルも金やから、ベルマークなんでしょ、だって。そう、誰か、あの、ベルマークの謎についてベルマークの、ツイッターを。これね。え？なん情報をください。基金みたいなのがあるんでしょ？あるんでしょ？あるんでしょ？多分、ね、メルマ基金みたいなのがあるんですけど。赤十字みたいなんか。そこは誰が？それ赤十字ね。例えばよ。あ、そう。ん？ベルのマークにした方が。ええわ、言うて。赤十字は。赤十字がじゃないけど。赤十字じゃない。でもまああるんでしょうね。でもそこはお金どっから集めてあるんだろうね。うん。そうね。あ、こんだけ長いやん、ね。ちょっと悪い。ところにメスを刺したかな、今もしかしたら。消されるこの国は、消されるあんなにメジャーに浸透してるのに、そんな謎に満ちてるわけ、ね、最近わからんで、ね。最近知らんもん。だってあんなん僕らの子供の時代からありますやん。めっちゃあるやん。あったやん。もうめっちゃ集めてたやん。めっちゃもう持っていかなあかん。けど、それこそ本当にいろんな、なんか、なんでもかんでもついてたのに、なんか、なんでもかんでもついてない。あの頃もさ、なんか。ついてたよ、なんか。じゃあじゃあ学校でさ、持っていくやん。それをもうみんながこぞって集めてさ、俺今回はこんだけみたいな、まあ、それで競ったりしてたやん、うん、だから何でもかんでもついてるわけじゃなかったのよ。なんかベルマークはこれはついてるみたいな、ちょっと貴重な感じだったと思うよ。そうかね。もうこういう裏とかについてたんちゃう。え、そんなとこに隠されてんの？そんなことはないか。え、そんな怪しい感じやった？あ、いや、うん、でも、まあ、この辺におったな。銀のベルマークなら5枚みたいなことがある。え、それあの、チョコボールじゃないの？チョコボールじゃないの、それ、うん、それはチョコボールですね。金の延べ棒とか言うやつ。なんで、チョコボール延べ棒ばっかり。違う違う。なんだ、今日さっきやん。どうしたの？どうしたんよ。ちょ、待て、ちょ、待て。何で？違う、チョコボールは、そんな言う人やろ。金の延べ棒プレゼントって言うてたよ。延べ棒やんって言ってた。ちょ待て、金の延べ棒ですよね、あれ。そんなもんくれるか、金の延べ棒なんて。いや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 、発行、ちょ、発行金のボックス缶、におもちゃが入ってんのよ。あ、カンカンにこうね、もう一回りが大きいカンカンにちょっと困ったもらったことあるの？あるある。もらったことあんの？集めてたよ。集めてたよ。ごめん、先輩やけど、お前すごいな。何それ？小学校とか幼稚園の時やね、もちろん。え、もらったの？もらうよ。欲しくて。欲しかったでしょ、だって。まあ、なんと。まあ、でもそんな。そんなにチョコボールって食べへんねん。いや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 、メジャーなお菓子でしたよ。で、しかも、やっぱりあの、エンゼル菌の、マーク欲しさに
買ってもらってました、やっぱ。で、たまったん、たま、一発 OK ですか？あれは、あの、全プレやから。あ、そうか。たまった人には全員あげます。あ、だから、銀が銀、え、どっちパターンですか？金一枚いけるパターン。金くん5やと。あ、集めるパターン。あ、じゃあ金じゃない？銀やと。あれ、一緒のもんやったん違うんだ。いや、金は金の延べ棒や。違う言うね。いやいやいや、金の。あの、あっちに情報がいて一緒のもんみたいです。あ、一緒？うん。まあまあ、金やったら5万。金やったら1万でもらえる。どんなおもちゃが中に？なんかちっちゃい、あの、けん玉みたいなのとか。ちっちゃいけん玉？ちっちゃいけん玉。いや、やだ、ちっちゃいけん玉。こういう感じで遊ばなかった。ちょっとちっちゃすぎる。もう一回大きい。どれくらい？このくらい。あおやこいつ。やりたかった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 。やったんじゃん。初めやったん、自分ちょっとさきさん今日は下ネタに行きたくて。違う。珍しいよね。違うわ。そんな。金の棒言うたん、自分やろ。やってんよ。金の棒言われたらそうなるやんか。はんねん、ごめんって。だから、金の、ちょ、待って、もう。ごめんって。事故やって。ごめんって。謝ってなんでやろ、通訳しただけやん。そういう時期もあるよ。どういう時期？おないやのに。すごい。言いたくなる時もある。心の声が漏れてんの。中二や。中二や。まあ、生きてたらそういう時もあるよ。誰も先にはお責めへん。どういうことや？うん。もらえますとね、俺は。ちっちゃいけん玉だけ？もう何が入ってるかあんま欲しくないけどね。なんだろう。ちょっとこう。振った音が鳴るものとか。え、それ、でんでん大根みたいな。うん。あの、チョコボールのイメージででんでん大根はないんじゃない振ったら音が出るそれ、嬉しかったの？なんか聞いてる限り全然しょうもない。あのね、あんまりちゃんと覚えてないんですけど、中身は大したことなかった気がする。子供心に。うわ届いたー！そうや、うわ届いた。届いたにはなるやん。もうだって欲しくて欲しくて仕方ないし、ほんまに届くわけよ。中開けてガサガサってやったらいろんなもんが入ってんねんけど、やっぱり一貫性ちっちゃいからさ、もともとが。だから、あーみたいな感じで終わった気がすんなあかんな、それはちょっとチョコボールに物を申さないかもじゃない。だからそれはもうほんま40年ぐらい前の話ですから、もっともっと全然進化してると思いますよ。あ、今もっと。もちろん。ちょっとびっくりしたけど、確かに40年前ぐらいの話だよね。びっくりした、今。40年前の話聞いてると思わなかったもん。でも40年前ぐらいの話ですよね。ですよ、だって6歳。半世紀前の話だよ。なんすかそれ。半世紀もうそろそろ生きようかって時なんです。昭和初期でしょ、だって。初期じゃないよ。どういうことや。違うの。まあ平成はもう飛び越えて前、昔の時代に行ってますけどね、もちろん。そうね、そうね、昭和やね。昭和でしょ。昭和ですよ。あ、はい。あー！え、何？今あの、スタッフさんがチョコボールをネットで調べてくれはりました。あ、これ今の？これ70年代。ウルトラマングッズ男の子用、あ、男の子用女の子用に分かれてた気がするわ。へぇー。うん。卵の卵って何だろう？分かんないですね。いいね、男の子用女の子用ってなんか面白いね。ちょっと面白いね。どういうこと？何？どういうこと？分かんないです。分かんない。女の子用は結構、喜びそうなデザインね。どういうことですか？女の子が。どういうことですか？女の子が喜ぶんですか？それを見て男の子が喜ぶんですか？あ、両方かもしれないですね。え？いや、だって男の子用と女の子や。あるんですよ。じゃあ、その、男の子が喜ぶやつ、女の子が喜ぶやつ。そうですね。なんか、天下みたいなの入ってるじゃないですか。もう、バッチリいっちゃったやん。もうめんどくさいから一番間違いになっちゃったからね。そうだよね。これはまだない。まだない。でも大人のじゃない。これ子供のおもちゃやから。大人のおもちゃじゃない。子供用のおもちゃですから。何言ってるんですか？ありましたね、こんなんで。
お母さん、なんかヌルヌルするよ。やめて、やめてください。あ、これこれこれ、ほら、金のね、これ、もう、いえ、まあ、気になる方は、こう、検索。はい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 。これは、でも、すごい。出たことない、金とか、銀はあるかな。銀はだから、5枚集めなあかんから、割と入ってると思うんですよ。金はね、むずいと思うわ。金やったらもう言うたら一発でもらえるんですね。一発でもらえるからね。すごいレアですよ。で、僕多分ね、お菓子屋の知り合いがいたんですよ、親戚。そんなやらしいことしてる。多分ね、それでお菓子屋のおばちゃんとかが、食べといてくれたんちゃうかな。これでもらいました。これじゃ、血筋で。お菓子屋のお母さんが残しててくれた言うて。おかしいよね。あそこだけちぎって飲ませられへんやろ、そんなもん。当たりかどうか分からへんから。やらしい。中身どうしたんや、いう話やしね。いやな、どうしたんやろ、あれ。どうしたんやろ。そんな感じなんや、ほんまに。その政治的な感じもらったわ。政治には普通のおばちゃんやね。普通の駄菓子屋のおばちゃんやけどさ。でもさ、闇エンジン。ありがとう。闇エンジン。あのさ、そういえば、チョコボールは全然分かんないじゃないですか。分かんないですけど、うん、駄菓子屋行ったらガムとかで当たりがあるやん。うんうん、あったやん。当たったらもう一個とか。うん、コカ・コーラのあの。なんか薄い紙に当たりって書いてあるやん。そう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 。あとチョコバットも当たり。当たった当たった。裏側の。そうそうそう。とかのあのコーラの瓶でガショーンって、あの、空き缶の裏ペローンってめくった当たりとか出てくるじゃないですか。あったのよ、うん。スーパーカーの絵があって。あったね。で、あれ、駄菓子屋は行くやん。で、俺、全然当たらなかったわけ、友達と行っても。うん、なんか、ガムとか。で、友達とか結構当たったわけ。で、ある日、俺が一人行ったら、いつも俺が外れてるから、うん、当たりあげるわ、言って、うん、その、まあ、50個ぐらい入ってるガムの中から、当たりピュッて選んで、うん、これやって言って、これやって、うん。開けたら当たりやねん。誰かどこから分かるようになってんねんな。え、わかんの？じゃあいつも同じ位置に入ってんじゃん。そう、まあそうかもしれん。だから駄菓子屋の人にはわかんのよ。僕も確かに春郎さんが当たってるなって思うことは全然ないですもん、ね、見てて。駄菓子屋の付き合いじゃないですけど、春郎さん当たってるなっていう時がないですね。まだないですね。なんかこう、やらしい感じで当たってるって、ね。なんか、うん、そうそうそう。なんか人の力を使ってるなとかはありますけど。言霊やから。そういうこと言わんや。だってチョコボールもそうやろ。チョコボールはね、チョコボールですらそうやったっていうのは。待て待て、チョコボールはでも俺ね、確かにおばちゃんが引き出しをパッと開けたら、銀が3枚ぐらいペロペロっと入ってて、これあげるわって言ってくれたのを覚えてる。でも、自分でも当たったことあるわ。銀やろ？銀や。銀はすごいんだよ、だって。見たことない銀。単純に言うて、5分の1やねんから。銀が入ってる確率より。銀はほら、5枚やからさ。まあ、5倍当たりやすいってことだと思うよ、きっとね。だから今、あったことある、俺は。あります。あります。では、あったら、後の3枚は、おばちゃんの力を借りた。そうだね。じゃあ結局自分の力は何にも。何？ 2 枚。2枚やろ。達成してないっていうこと。ちょっとは当たるんですよ。あ、ちょっと当たってるなっていう修郎さんは確かに見てるかもしれない。ちょっとは当たってる。修郎さんちょっと当たってるなーっていう。でもちょっとまだ、ちょっとありえんなーっていうのは何度か見てます。大当たりは外すんや。でもね、細かい。あ、すみません、行きそうだなっていう時何度か見てます、確かに。細かい当たりをね。すぐなんか僕の横に来てくれてましたけどね。あれ、すみません、行かなくていいですかっていう時はありましたけど。いいですよ、戻ってこなくて、先行っちゃってもらって。いや、そんなもんないですよ。そんなね、大当たりとかはね、もう危険ですから。細かい当たりをね、たくさんやってる方が幸せなんじゃないですか。あね、短く持ってコツコツ当てるね。そうですよ、こんなのあるよりね。このぐらいの方がこう。チョコボールも銀2枚ぐらい。銀2枚でちょうどいいんじゃないですか。そんな悲しい話で終わる。チョコボールで人生例えるってね。いやいやいや。ね、いや当たりを見たことないとか言うからじゃない。あ、けどないな。ないな。ちょ、待って待って。あ、じゃあじゃあ、金の。あ、銀、あ、そう、近いな。あ、そうですか。まあ、いいよ。じゃあ、検証とかでさ、一番当たったのは何？一番
あれよく送ったりするじゃないですか、ハガキで送ったり。よくほら、チケット当たったから行かへんっていう人いるよね。はい。チケット、はい。お前か。当たる言うたって、あれお金払わなかでね。買う権利が当たってるってだけやで、ね。ああ、違う違う。僕の言ってるのと違うわ。どういうなんか FM とかでさ、映画のチケットとかね。あ、そういうの当たってんの？僕はそれは、FM はないですけど。別に AM でもいいですけど。いや。別にそれはどっちでもいいの、うん。僕、電波差別はしないタイプなの。あれでもね、結構新しいよ、やっぱ。そんなに送る人いないんだって。そういう人に言わせるとそういう言い方をするじゃないですか。だから結構当たって、で、旅行とかもね。あ、旅行も当たんの？いや、いろんな、抽選があるじゃないですか。来場だけじゃなくて、例えばなんか商品買ったらこれ、まあそれこそベルマークじゃないんですけど、これの、包装紙を5枚送ったら抽選1回権利があって、みたいな、一口で、みたいなあるじゃないですか。結構当たるみたいよ。いや、全然何も当たって。違う、送ってない。まあ送ってないですよ、ね。送ってない。小学校の時。ほんまにアイスクリームの引き換えぐらい当たり。当たりでしょ。レベル。じゃあ、送らな当たらへんやん。僕、小学校の時のほら、雑誌、小学6年生とかあるじゃないですか。はいはい、あれも毎月送ってたんですよ。え、何をプレゼント。ああ、はい。はがきがついてんのよ。うわー、そんなん絶対送れへんわ。感想書いて送るやつや。まあ、アンケートで、ほんで、商品がいっぱい載ってて、希望商品書いて送るんですよ。結構当たりました、あれ。5回に1回ぐらい当たってたの。うわー、豆やね。うまいね。ああ、そやな。そう言われればそうか。でも、まあそうね。なんか豆って言われてすごい、今へこんでる。なんで？わからんけど。なんでよ、いや、いろんな意味で。当たったことあります？当たったこと。この前コーヒーメーカーが。すごいよ。さきともカフェってやってるじゃないですか。うん、で、ちょうどコーヒーの、なんや、どこやったかな？ダートコーヒーやったかな？なんかその、ええとこのや。すごい美味しい究極のコーヒーが飲めるっていう、こう、上のあれと、もうあれもね、なんかこう、塩水みたいな形で、すごいクリスタルみたいな、こう、すごい柄がついてて。あればっかりや。あれ、うん、そう、なんかこういうすごいのがあって、ほんで下のポットもあり、ほんで、いい豆もつき、結構セットで当たるっていうのが、先ほどもトロちゃんが見つけて、応募したんで、応募したんで、数で勝負するので、さきさんも応募してください。うん。応募して、うん、絶対当たれへんで、こんなんって。ともちゃん外れて、うん、ほらほら、やっぱ当たれへんって、って言うてたら、うん、ちょうどね、さきともで焼酎亭やる前日に届いて、へぇー買いに行かなあかんかって、そのポットを。おぉちょうどなくって、ね、そうそう、ちょうどなくって、買わなって言うてた時に、うわ、こんなとこで運を使ってしまったって思った。あれ？ネガティブ？え？だってさ、ああいう当たるのってさ、運を使う言うもんね。運を使うって言うよね。え？ってよく言うよね。言う。なんかこう、どんどん。俊郎さんがいかにエンゼルに。小さい剣玉を当ててしまったかとか、ね、小さい時からエンジェルにこう運をこうエンジェルに運取られていくってどういうことやね彼らはだけど使いすぎたんちゃうかないやそんなおばちゃんに3枚もらえるなんて超運使ってるじゃないですかそうねそうねでそういうのは当たってるかも思えば送ったら検証とかアイスクリームで、ねうん、バトルフィーバー J アイスっていうのがあったんですよ声出てるな自分、うん、あったんですよゴレンジャーの次にやってた戦隊本のねバトルフィーバー J ってやつがあったんですけどそれのアイスクリームがあったんですよそれ美味しかったんですね、うん、僕はそれ好きでそれの防火包装紙を5枚一組で。カン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 って読みましょう。あすいません。5枚一組送ったら、その当時、もうだから今40年前ですよ。当時、電子機器のゲーム。おぉ当たったゲーム。当たって。またそこで。こんなんや。なんかわからへんけど。あのね、画面これぐらいの大きさで、結構画面出て、
ゲームウォッチや。ゲームウォッチの、もう、あの、でかい版、リア級が出る。あれはビビったねそんなとこまで使っちゃってない。ね、そや、家に届いて急に。それはけどビビるよね。ビビるよ。その頃はネットももちろん何もないですから、発表がないんですよ。うん、で当選者は発送で引き換えみたいな感じです。起きて、何これみたいな。大きい小包み、子供に小包み来るなんてないじゃないですか。開けたらもう、ゲーム、電子ゲーム。何やこれは。最先端。最先端。電池入れろって。電池って何や。いや、そこまで古くないですよ、あなた。そこまで間接的に聞くわ。もうないとしてるわ。うおみたいなもんでしょ。猿そうそう、みたいな。とりあえず、まずかじってみて、硬いから、これは食べ物じゃないみたいなもんでしょ。猿そうなりますね。そうでしょうけど。ね、実際こうやって。そうですね。うわぁ、それは、ね。それはビビるね。それはビビる。本当にビビりますよ。やっぱ当たってそういうのが。結構当たってるよ。俺だからそう、今思うと結構当たってるかも。あれ当たらへん当たらへん思ってたら。ちっちゃい頃に当ててたんや。ちっちゃい頃にちっちゃいもんちょこ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 当ててたんや。で、まあまあええやつ当たってるわ。ちっちゃい頃に。ちっちゃい頃に。トレーナーとか当たってるし、ドラえもんの。それは別にまあでもそんな当てれへんで応募のそんな小学6年生かなんかの応募したドラえもんのトレーナーって何で当たるだから小学校4年生か5年生って雑誌があったじゃないですかあった小学校のやつコロコロとかそうできないと、うん、小学校4年1年生から6年生まであるんですよ、うん、毎月月間の、うん、それのもうないんかうんそうやねえもうないよ分からんけどそれで送ったんですよで数ある、うん商品の中から僕はこれが欲しいと思って、うん、その番号書いて送ったら、雑誌に載りましたよ、だから。名前がもう当然発表で。うわぁ。あの本名が載ったんですかそりゃそうでしょ。小学校4年とかですか。そりゃそうです。うわぁ、使ってるね。ちょっとへこむなぁ。へこむんかいな。まあ。まあでも、ロビンソンさんから、ファイブマーク教育女性財団っていうところがあって。財団だ。財団あとロビンソンさんはチョコボールのお菓子を結構当ててるらしくて。え家に2つあるらしい。2つもそれ銀で当てたんですかね金で当てたんですかね銀だったら10倍当たってることやからね。すごいすごいよ。そんなにチョコボール買うっていうのを。金2回パターンっていうのもあり得るわけでしょ。そうです。強運ですよ、強運です。すごいね、使ってますね。いやいやいや、運は別にね、そんな、増えますから。運は増える。はい。水かけたら。んあはい。んまあ、今ぐらいかな。いやいや、僕はドラマを見てて、テレビドラマを見てて、運の話をしてたんですよ。ドラマの話を今からする、はい、ドラマ見てた運の話、運は貯められるって言ってたわけよ、その登場人物。まあ、高田純次さんが言ってたんですよ。ドラマやから、すっごい真面目な役やから、高田純次さん。運は貯められると。いいことをしてたら運が溜まっていくんですって。例えばお年寄りに席を譲るとか拾っているゴミを捨てるとか、うん、ちょっと信号誰も通ってへんけど赤が青になるまでずっと待ってで青になったら変わって歩くとか、うん、そういう細かいことをねちょっと募金してみるとかねそういうので運が溜まるっていう話をしたんで心という時に大事な時に運を使うから俺は運を貯めてるんやっていう話をしたかったんですほら運を使ってしまうんでしょはい。だから、貯めよう。ええことしたいんちゃうか。なんかええことしたい。ああ、なるほどね。ええことすればいいんですよ。だから。徳を積むってやつだね。そうそうです、そうです、そうそうそう。だからええことはしたん、最近。最近したええことちょっと考えて、最近したいですけど。あと、ベタやけど、電車で席譲るとかって、照れくさいね。照れくさい、俺あれがもうやらんね。もう気持ちはあんにゃんか。照れくさい。照れくさい。で、断る
人もいるやん、時々。そうそうそう、いや、もう次で降りるし、みたいな。で、プイッ、プイッってして、プイッってして、座りやみたいな、プイッみたいな。あるある、あるある。俺、あの、わざと一回降りて、次のドアで乗ったりするから。あ、ニヒルなやり方でしょ。ニヒルやけど、もうちょっとどうぞって言えへんくて。ね、あれって。どうぞって座らって、そのまんま前で立つっていうのもなんか嫌な感じじゃない。あ、そうね、そうね。わかるよね。まあ、ああいうの上手くなりたい。なりたいよね。どうしたらいいんだろう。もう、パッと見た瞬間かけるっていうのが、条件反射的にかけるのが。いや、でも喋るけどね。は？いや、変わってき、変わった気使うからさ。うん。いやいや、まあまあまあ、あの、ね、座ってくださいって。はいはい、座って、のおばあちゃんが、いやーって言って、あ、いや、まあまあ、もうすぐ降りるんで。さきさんはうまそうだわ。うん、どういうこと、うまい、うますぎる。うまい、うまい。だってすぐ友達になるやん、旅先。友達になる。そうそう、なる人。なるやん。そういう人はさ、あんまり抵抗ないんやと思う。そういうの。いや、でも喋った方が多分向こうも気使えへんやろなって思って。で、だって向こう第一声がわからないんですよ。で、あの、まあ、座ってるじゃないですか、うん、で、あ、おばあちゃんらしき人がいると、おい、こう立ってるわな、はいはい、しんどいって聞いたりなんて聞いていいかわかんない、しんどいって。じゃあ、じゃあ、あ、どうぞ座ってください。お客さん、俺それいいよ。だから座、座るよ。座ってから会話したらいい。そうそう、会話せんでいいって。だってこう、こう座ってて、ここにこう、だから俺らここには立たない、もう。失礼。そうそうそう。でもこのおばあちゃんは結構こうやって見てるで。そうそうそう、ねえ、向こうからね、離れていてくれた方がそりゃいいよ。前、席変わってくれた人がここにズドン立たれたらさ、なんかちょっと嫌じゃない、ね、いやー、おばあちゃんは見てるよ。おばあちゃんは見てる。どういうこと、どういうこと。いやいや、だからホラー映画市原悦子みたいな。変わってもこう見てるよ、こうやって申し訳ないなとかさ。いやー、そうかな。まあまあ、そうか。でもそれでプラス喋るなんていう系統はもう、いやだって、もう無理。いやだって前にそれをやったら、だいぶちょっと離れたところでこうやって座ったら、これ呼ばれたもん、こうやって。おばあちゃん、なんて。いやだから呼ばれたから、うん、そうなんか、こう、なんかあったんかなって思って戻ってきたら、いや、畳んでいいから代わりって言うたら余計に悪いやん。ほんまやね。それは、そうか。いや、世話好きなおばあちゃんやったやろね。代わって、はい、そんな向こう行かんでもいいから座り、はい、私すぐ降り、いやいやいや、もうって言って、そうなんやったら、代わって、変わってどう、最初にもう、喋っといた方が、こう、状況をね、もうすぐ降りるんでって言うて、言うなりとか。どのぐらい喋んの？そんなに喋れへんけど。喋りそうやん。喋れへんけど、ちょっと安心して座れるように。一回、だから、まあ、まあ、座っておばあちゃんつって、座らすやん。はいはいはい。座らす。で、前に立った。しんどかった。そらもう、いや、いいわってなるやん。どうしたらええのそれ。いや、え？一言目なんて言うの。いや、でもそのじいちゃんとかばあちゃんによるやん。そんな分かれへん。そんな高度なテクニックを使うわけ。なんでやねん。すごい高度なテクニックですよ。違う、いや、だって人が変われば会話も変わるやんか。だから会話なんかしないんだって。会話、なりと顔の層で分かるやん。それはどっちも座らした後の話。座らした後の話。座らしたって自分は立ってるやん。で、こうなってる時に会話をするってことやな。うん、会話っていうほどじゃないけど、うん、あの、まあ、でも大概向こうから、あの、ごめんねとかありがとうとか。いや、それは座る時に、ごめんね、ありがとう。いやいや、もうそんな、あの、いや、大丈夫ですよって言うやん。終わるやん。終わ、え？今ので終わり？終わる時もあるけど、うん、なんか気使わしてたら、うん、ちょっと喋るやん。それ教えてよ。なんやねん。その変わって、もう座って、大きにありがとう。ああ、いいよ、座って。全然、あの、大丈夫ですよ。大丈夫やん。その後は何言う？どこまで行きはる？なんでそれ聞くねん。なんでやねん。なんでやねん。すごいわ。なんでやねん。すごいわ。なんでやねん。普通にこう、おばあちゃんがちょっと気使ってはるわって、多分恥ずかしいんやろうなって思うから。だから、それを、回避するために僕とかチャーハンはどっか行くわけ。会話じゃなくてね。会話で逃げる。そうそう、そこが突っ込んでいく感じだよね。突っ込んでええやんか。こう、そうそう。
来たら、なんでやねん。来たらこう行く。逃げるんやけど。でも多分こう逃げたらさ、おばあさんもずっとこうやって逃げるんだよ。そんなことない。そう、見えるっていう。合気道のような感じ。なんでや。合気道って何や。合気道でしょ。そう。向こうの力を利用して、みたいな。どういうことやねん。そういうことだね。多分だって変わったらおばあちゃんもこう、もう心もとないというか、なんかこう気使ってもうってなるぐらいやったら安心して座っててほしい。そう、だからもう視界から消えようと。視界から消えたら絶対こうって見てる。いや、そんなことないと思うよ。でも座った時点でもうこの人は座ることを受け入れてはると思うよ。いや、だから呼ばれる時もあるやん。それがすごいよ。いや、そういうおばあちゃんもおんねんな。いや、いいよ、いいよっていう感じで、呼ばれたから、あ、もう、そうやって呼ばれんように、もう、どうせやったら前だとって思う。いや、ほんで、そっからこう、喋ったら、あ、そうなんですね、とかって言うて、あ、ちょっともう、こう、降りますね、って言って、降りて、なんか、あ、よかったって思う時もあるやん。まあ、そう。まあ、おばあちゃんも。それが、よかったな。よかったなと思いますよ、ね、それ。多分、逃げられたずっとこうやって追ってて、そう、別にそんな、ねえって、絶対おばあちゃんのことやから、隣の人に、赤の他人さんに、いや、あれして別にその変わってって言った顔してたんかねとかって言われてたら余計に。そんなババ見たことない。いや、おるって。大阪はおるって。それやったら、あの、もう、座る前に、うん、ええー、よ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 、もう、って言わはる。行く時に座らはらへん、おばあちゃんとかおじいちゃんとかもいはるもん。おるよ、おるけど。だからそんな。いや、でもそうなった時は、喋って座らす。うおー結果や結果や。いや、なんか恥ずかしいよ。どういたのにと思って。もうええやん、座りなはれやって言うんでしょ、どうせ。いや、だって、いや、言うよ。いや、もう、いや、その時のさきさんは、ものすごい想像つくわ。なんもうええやそんな言わんと座りたいねえ、もうねもういいもううちすぐ降りるからなんでそんなわかんのどういうことああそうやなでもそれはけど大事えらいと思うわそうやなコミュニケーションをね取るっていう、まあ、さっきはあれやね上手やねその人とコミュニケーション取るのいやコミュニケーションっていうかそうやってあげた方が多分お互い平和に終わると思う。うんうんうん、そう。それなかなか難しいけどな。恥ずかしいやん、ちょっと。あの時の恥ずかしさって何なんでしょうね。すいません、話がいつまでも転がり続けそうなんですけど、もう時間過ぎてます。すいません。すいません。もうね。いろいろと。結局いつもと同じように通っちゃったね。せやな。なんか番外、あ、いやいや、でもまあ、まあまあ、ね、なんか、最後に、あ、違うわ。ん春郎さんの企画で僕作品室やる。あ、そうですよ。あ、告知ですか告知というか、まあまあ。あ、そうや。大事な。まあ、いろいろあるんで、はい、あるんですけど、いいですか、うん、とにかくですね、お芝居をやる。まあ、7月に外箱町、キングツアートカーズというところでやりますけども、はい、その後は8月の26日。27にですね、ハヒフノカというね、京都の方に。はい、ムーンライトクラブ、岡間ちゃんの芝居やりますんで、これもぜひ見ていただきたいと思います。はい。そして先ほど、チャーハンが言ってくれてましたけど、僕が、まあ、生まれて初めて芝居をプロデュースするということですね。ほう。渋谷シアターというのをやるんですけど、それの第1回目の公演から、今年12月あるんですが、それはチャーハンに作演をお願いしようと思ってます。ボケツって呼んだらいい。そうですね。ボケツと呼びます。はい。で、出演は、木内義和さん。手のひらサイズとか、うん、と、坂口修一さん。で、僕と、あと、アンドモアっていう。あ、これが。夏フェスみたいな感じなんですけども、アンドモア。アンドモア。あの方は、なので、こうご期待でございます。よろしくお願いします。はい。はい。あ、私ですか。私はですね、先ほど言いました、一人芝居、東京公演がですね、5月の29日、6月の12日と、ございます。詳しくは、私のTwitter、Facebook、ブログなどで詳細は載せております。
東京でね。はい、東京ですね。東京の下北沢、リーディングカフェピカイチというところでやっております。鈴なりのすぐそばの会場です。はい。で、6月がですね、こちら大阪でございます。2種類チラシがございまして、元ミジンコターボのやっておりました片岡百万両軍が、立ち上げました片岡自動車工業の立ち上げで、うん、ゼクシーナンシーモーニングララバイということでですね、素敵な役者さんがたくさん出ております。こちらはですね6月の、24、25、26とやっております。こちらも詳しくはツイッター。あゆうちくん出てるんや。そう、あゆうちくん、あのインディペンデントシアターのあゆうちくんも役者で出ております。役者で出るの、はい、こちらもあのツイッター、フェイスブック、ブログで詳細は載せておりますので、ぜひぜひご予約お待ちしております。はい、はい、じゃあ以上でございます。はい、ちょっとガガ放送事故になるやん。ごめん、僕はで何も出たり何もしない。はい、まあ作品もやりますけど。はいはいはい。はい。ですね。久しぶりやね。すっごい久しぶり。すっごい久しぶりですよ。作品ですか。そうです。ああ、そっか。1年か2年ぶりぐらいだと思います。お待ち日和。日和みたいなぐらいですか。お待ち日和も旗揚げを、旗揚げと2本目と、旗揚げ係。旗揚げ係。旗揚げ係ですね。なので、また働き係をしていただいて、あとは誰かにバトンタッチしてください。やるかどうかもね、まあ、ちょっとそういうの。本当に12月にあるかどうかも分かんない。それはありますよ。それはありますよ。こんなにやっちゃってますから、もうやります。それはやりますけど、はい。アンドモアもね、まだちょっと分かんないですけど、はい。はい。ということで、お時間になってしまいました。今日はちょっと番外編で延長しちゃいました。はい。はい。すいません。はい。じゃあ、やっぱここバイバイキンですか。バイバイキンで終わったことあるか。いつものようにバイバイキンで終わりますか。バイバイキンで終わります。じゃあバイバイキンでね、はい、次はまた元のパターンに戻るですね。そうですね。そうですね。はい。なのでまたぜひお付き合いいただきたいと思います。はい、またじゃあ来月。来月、はい、はい、見返りテレビでした。バイバイキン。